こんにちは、ロクザナレボです。今回紹介するのはこちら。ですね、モンスターハンター文字化ける超変化モンスターハンター文字化けるリオレウスが入ってます。リオレウスは、オスです。ですね、リオレイヤーのメスがいて、その中のオスです。で、この中のラインナップは全4種類で、僕が買ったリオレウスと、オスですね。で、リオレイヤーが、僕が買ったオスと、オスなんていうの、夫婦っていうか、なんか、こっちがメスで、で、こっちがね、ジンオーガっていう、なんか別売り、まあ、もうこれ以外全部別売りなんだけど、これはね、種類じゃない、もう。これとこれはなんかもうつながりがあるけど、これとこれ、これはね、あんまつながりがですね。ゴアマガラはね、なんか、あれなんですよ、シールが少なそうだしね、なんか柄が面白くないから、なんか地味だからね、買わないと思いました。次買うときはこれを買います。でですね、これはね、こんぐらい長くて3文字あるので、通常の、文字化けるの3倍分あるってことで、なので、3倍分あるということで、まあ値段は300円ということでいいのですが、まあ僕は398円で買いました。じゃあ開けていきたいと思います。まあどっちから開けるのかな。よいしょ。あ、イデオリオレウス。本当は僕モンハミ全然詳しくないんですが、まあモンスターハンター3とかね、ウィー版が持ってます。まずは美味しい感じですね。これ。まだまだ美味しいんです。これはね、すごく合う。美味しい。これね、文字化けるとね、モンスターハンターコラボするにしたらいいんですよね。もうこんな話ばかりして、早く商品見せるやってことでしょうね。いきますよ。てってれーシールをシールなんと裏もあります。うわ、なんか一文字ずつ分かれてんすけど、なんか変なパーツある。これさ、わざとさ、なんかリオレースにしようとしてるわ。これ絶対ハサミがないんだよね。いつもハサミがなくてね、困ってるから今取りに行きます。あ、もう私でごめんなさいね。じゃあその間ね、ちょっと見てください。残念ながらハサミがありませんでした。しゃー、自分で開け、すげえ簡単ですね。もう開いた、すげえすぐに開いたんだ。リオレースの変形、わあ、もうこれ絶対難しいわ。本当は僕ね、最近全然、もう最近というかもう全然レビューしてないんだけど、本当はですね、もう裏では文字化けで15種類ぐらい持ってます。ごめんなさい、開けちゃって。こうね、どうつなげるんだ。まずは、あん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 、あ、うわ、どっちなんだ、こっちだな。これですね、これで終わりです。じゃあバイバイって終わっちゃダメだよね。で、おい、これが置いちゃってるじゃないか、じゃないか、一人でない。おっ、なんか変なパーツが埋まってるんすよ、これ。取れちゃった。このさっき紹介してない未来があってドロップス、最近テンション上がりすぎ。これどうつなげてた。
つなげた人すごいね。これよく考えたね、みんなね。じゃ作ってみよう。じゃあこうよくさ、よくなんか変な人はさ、変な人じゃないけど、こうやってなんかこういうやつにシューってやるとなんかシール貼ってやるとかあるじゃん。それやんないっす、やんないっす、カットします。よし、作ってみようぜと。あ、もうカットするから、作るところはないですが、ごめんなさい。カットカットカーッと、できました。めちゃくちゃでかいです。ででん、もうこれわかる、このダイナミック。あ、うまい棒見えちゃった。トク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 ト顔のパーツとか半端ねえ。もうこれもう作るのにね、あれ30分ぐらいかかった。もうさ、もう1時間かかった。バイバイ。もうバイバイじゃないよ、ノックに言ってるもんか。こいつはもう最高ですね。もう絶対に集めます。バイバーイ。